さあ今日もやっていきましょう。今日なんですけども、ムーコがねご飯欲しくてなんかやってきたんですよね。なのでそこをちょっと動画で撮ってみました。角にすり寄るっていうね、まあ猫ちゃんらしいっちゃ猫ちゃんらしいのかな、アピールをしてくれてますね。おっと。どっか行っちゃいましたね。なんどっか行っちゃったよ。なんだ、なんかこれからすごい可愛いアピール撮れるのかなと思ったんですけど、どっか行っちゃいましたね。ってね、思ってたんですけど、思ってたんですよ。そしたら一周回るっていう新しいあのご飯欲しいアピールを見せてくれまして、すごい可愛かったですね。一周回ってきたんだからご飯ちょうだいよって言ってんすよこれ。可愛い、めちゃめちゃ可愛いですね。で、本当だったら動画回してなかったらこれでもうご飯あげるんですけど、ちょっと可愛かったんで動画今回してますね。まだなんかもうちょっと見せてくれるかなっていうふうに思ったんですけど、これね可愛いんですよ、見ててくださいね。いつもね、あの奥のドアの部屋で、ご飯食べるんですよ。でたまたま今日閉まってて、これ僕閉めたわけじゃないですからね、たまたま閉まってて、そしたら部屋開いてないんだけど、あそこの部屋開いてないよって、開けてねってご飯ちょうだいって言いに来てるんですよ。これ可愛いっすよね、たまんないっすこれ。でこれでまあ可愛い絵も撮れたんで、そろそろあげようかなと思ったらまたあっち見てるんですよ。で必ず角に一回すり寄ってからもうしょうがねえなみたいな顔してまた一周しに行くんです。これめっちゃ可愛くめっちゃ可愛くないですか。カメラでもうここ2回目はちょっと待っててみたんですけど、待っててみたらこれちょっとこのまた回ってくるんですよ。いやーこれ何なんですかね、本当に可愛かった。猫のなんか習性とかでこういうのあんのかな、面白いですよね。ということでね、これでね、まあすごいね可愛いあのご飯アピールをしてくれたんで、あげようかなと思ってちょん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 遊びながらね、やってるところですね。はい、いかがだったでしょうか。今日はね本当にハートフルな動画になったんじゃないかなと思います。はい、それでは、上げていきたいと思います。伸びた。はい、上げました。美味しいかい、うまそうっすね。はい、ではもしよかったらチャンネル登録してね。ではまたね。